こんにちは、勝則です。また、白ザリガニが脱皮してくれました。YouTube 見てないんで、正確な日数はちょっと確認できませんが、5日ぐらいです。うちに来てすぐ1回脱皮して、2日後に脱皮して、また5日後ぐらいに脱皮してます。脱皮柄。これです。わかりますかね、脱皮柄あんの。で、とんでもなく大きくなりました。最初鼻くそーって言ってましたけど、今いてるザリガニのハサミぐらいの大きさやったんで、うち来た時は体長が。頭からハサミをのけた頭から尻尾までの大きさが今3回目、うち来て3回目の脱皮してる子のハサミぐらいの大きさでした。だから4倍ぐらいにはなって、体長で言うたら3倍、4倍近く大きくなってますね。それぐらい大きくなってます。で、おとらくですよ。おそらくですけど、明日、残りの2匹も脱皮するかもしれません。今までの経過から言えば、1匹の子が1日早く脱皮して、残りの子がその次の日に脱皮するっていうのが、ここ2回のパターンです。で、3回目がその通りに行くのか、1日2日空くのか分かりませんが、そういうパターンですね。他の方の、ザリガニ動画を見ていても、その同じ子供でも、早い脱皮の子、成長の早い子と遅い脱皮の子、成長の遅い子がいてて、その脱皮ごとに弱肉強食の世界で脱皮した子が食べられるということを言ってはりました。最初に脱皮した大きな子が2番目3番目に脱皮する子を食べると。で、その後一番最初に脱皮した子が脱皮して弱い時に2番目3番目に脱皮していく後発の子たちですねが最初の子を食べると、その中で生き残った子だけが大きくなっていくというようなことを言ってはりました。今のところうちでは住み分けできているようです。一番大きな子が堂々と広いところに陣取っています。左の部屋ので、もう一匹の子がまだ2回しか脱皮してない子ですね。この子が、ネットと水槽を分けるネットとペットボトルの間に入っています。この子は、すごく慎重な子ですね。すごく臆病というか慎重というか、ここにいつもいてる子です。で、成長は同じようにしていくんですが、ちょっと体が小さいですね、最初に脱皮する子よりも。それは臆病慎重やからこそ出てこないので、餌を食べれる量が少ない、もしくは隠れるところに合わせてあまり大きくならないようにしているのかもしれません。これは分かりません。で、もう一匹の子、右腕、片腕をなくした子って言ってる子は外に出てます。この子もわりかし大胆ですね。大胆だからこそ右腕を失ったのかもしれないんですが、今こう威嚇してると思うんですが、この子ですね。で、この子の場合はおそらく明日か明後日に脱皮するだろうと。で、その時になくした右手が、再生してくれたらいいなと。ただ前回中2日で脱皮した時は再生しませんでした。で、今回中5日ですね、脱皮。おそらくね、おそらく正確では正確に計算してないですが、中5日で脱皮した時に元の腕を、再生するのか、かなり小さめの腕で再生するのかが分かりません。できれば小さくても再生してほしいですね。はい。で、次にお見せするのが反対側にある水槽の、伊勢くんですね。交尾したのかしないのか、最初の時女の子にハツちゃんに誘われたのに根性なしで逃げた伊勢くんです。
ハツ君のためのシェルターを独り占めしております。で、ハツちゃん、ごめんなさい、ハツちゃんですね。で、ハツちゃんの方はずっと天井に貼ってある逃亡用のネットに貼り付いてたんですよ。ネットに貼り付いてたんですが、今これ見えますかね。天井から降りて下に来ています。伊勢くんを見直すために降りてきたのか、お腹が減って降りてきたのか、それはわからないんですが、今は下に降りてきています。この子たちが交尾してくれたらなぁと心から思っています。正直ね、できればこの子たちの子供ができて、で、自作の餌、緑の色にするための餌とか、真っ赤っかにするための餌とか、紫にするための餌で、竹炭を混ぜて黒くするための餌、そういう餌の、まあ、実験というか試験というかをやっていきたいので、この子たちに交尾してもらって子供が授かることを心から願っております。で、沢上部屋はこの時間は出ておりません。昼の1時13時ですね。この時間には出てこないでしょうね。次が、あ、クイーンちゃんですね。通り道にあるクイーンちゃん、出てこないです。いまだに、天の岩戸に閉じこもるアマテラスオオミカミのようにペットボトルから出てこません。自分で作った砂利と卵の殻のバリケードから一向にできません。で、七子の子、パイロットザリガニ、伊勢君の代わりの役目を果たしてくれているこの子、ケツだけ向けてますね。底面上部併用ろ過の水槽です。これでどれぐらいのろ過能力があるのかっていうのを今後また検証していきたいと思うんですが、個人的にはいろいろな動画を見て勉強させてもらった上で言うと、酸素が不足するんじゃないかなと思ってます。これだけではろ過能力は、あの底面の砂利の量とか上部の、ろ過剤の量でかなり高いと思うんですが、問題は砂利ですね。あ、じゃあ酸素ですね。このちょろちょろっとした水の落とす量ではとてもじゃないけど酸素が足らなくなるんじゃないかと。上面ろ過で、接している、空気との面積で、表面積も増えてるんですが、それは普通の水槽の上面の5割増しぐらいです、せいぜいね。そう考えるとブクブクですね、ブクブクを入れた方がろ過能力に合った酸素を与えられるんじゃないのかなと思っています。で、キング君、お気に入りの陶器のマグカップに入ってます。朝はいつもここにいますね。この子の定番の席です。で、ここには、交尾の成功したタミウ君が一人ゆったりとペットボトルの中に入っています。で、一方ここにいるセイラちゃん、交尾の成功したメスですね。この子は交尾が成功したんで、産卵してほしいと思ってるんです。もし産卵しやったらこのネット外して60センチ水槽をいっぱいに使う形にします。で、アナカリスも大量にこっちに移動させます。で、その上でですね、その上で、色の変化を確かめるチザリを育てていきたいと思います。乙姫と卵の殻だけやったら白い子が育つのが分かってるんですね。で、アオザリン Z が青なのも分かります。で、乙姫とアオザリン Z を、併用させると薄い白に青が乗ったすごく綺麗な子が育ちます。この子がそうですね。で、それに、赤の
食紅を食べさせたら真っ赤かの黒い部分のない真っ赤かの子が育つのかとか、そういう実験検証していきたいですね。で、ここにいる子たちが同じく乙姫で育てた白っぽい、あと青っぽい白の子たちですね。とでオスばっかりです。オスばっかりなので、こういう隔離状態で育てています。まあ可愛いです。もう鼻くそみたいな血だりの時から育てましたから、とても可愛いですね。ただオスなのでね、であんまり繁殖しすぎても弱肉強食の地獄を見せすぎるのも嫌なので、まあ、できれば繁殖は基本白とだけやっていきたいんで、白ザリガニが大きくなるまではカミューとセイラのペアとイゼとハツのペアにちょっと悲しい思いをさせてしまうことになります。で、今日の昼というかこれのビデオを撮る前に、藤井寺まで足を伸ばして捕まえたザリガニですね、2匹います。その2匹のザリガニが今要は泥吐きというかすごく汚い場所から取ってきたんですよ。汚い場所から取ってきたのでお風呂で今こうやって泥吐きさせてます。で、これで汚い部分を吐いてくれたらいいな、うんち全部取ってから、水槽に入れてあげようと思っています。で、分かっている範囲でこの大きい方はねオスなんですよ、残念ながらね。で、ところがこのちっちゃい方がまだちっちゃいのでね、確定ではないんですがね、ないんですがメスやと思います。おそらくメスやと思います。で、体格差もあるし、ちょっとなんか急に共食いが心配になってきたので、分けます。別々のこのところに改めて分けます。この子元気ですね。この子はね死にかけてたんでね、もしかしたら、まあ、ダメかもしれません。で、この子に関してはとても元気です。このまま元気で過ごしてくれたらいいと思っています。ちょっとね深いとこなんですけど、時々様子を見に来ますのでね。で、この子ら強いですからね、水面に浮いて自分で呼吸すると思います。では今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。